どういう人材を求めてますか。どういう人材。なんで笑ってんのか分かんない。なんで。元気のある子かな。なんかそれこう長い年月、もう10年とか20年っていうスパンでこう長く見ていると、うん、昔の人たちって結構元気あるんですよ。はい、あの分かってなくてもどんどん突っ走ってくるやつがいたりとか、待てって言いたくなるぐらいの子がいたりとか、結構覇気あるっていう、うんうんうん、っていうのが多かったような気がするんですよ、うん、最近やっぱそういうことはあんま見かけないなと思って、あ、すごいおとなしい。というか、まあ、まあ、今日うちもそうだと思うんだけど、もうこれ多分全体的なもう傾向ですよね。もうなんか人間がね変わってきてます。確かに。なのでそういう意味では、その元気なメンバーに慣れてる自分だから見るもっともっと元気のある方がいいなって気がしますね。まあ、もちろん技術力だけじゃもちろんないんですけど、この業界どっちかにね、人とあのコミュニケーションする方も多いから、うん、なんだけどやっぱそういうところも求められるから、やっぱどうしたって、両方とも、ね、意識しないといけない。で、技術的なものは後からでも習得はできるわけですよね。まあ、ただなんかこう物事をこう論理的に考えるような、うん、なんかこうことに興味があればよりいいのかもしれないけどね、うん、あとはこんなシステム作ってみたいなみたいなだったりとか、漠然とね、うん、あの普通にあのそれはウェブのシステムでもいいし、うんうん、そうじゃなくてこういう動きをしてるあのページを自分も作ってみたいな、うん、漠然としたものでも何でもいいから、あのでしかも今ってね、そういうあの個人レベルでも結構やれることも、うん、ないわけじゃない。アプリケーションを作ったりとか、そうです、うん、別にそれは分離関係なくできるから、うん、まあ、そういうふうに自分でとりあえずやってみるみたいなチャレンジ精神みたいなのがあったらいいのかなと思うんですけどね。自分も時間見つけて、うん、あのローカルでしか動かないんですけど、アプリ作っています。あ、本当ですか、うん、へえ、何、ちなみにそれ、何なんですか。今だと、あの、Excel ファイル、アプリ起動せずに、Excel ファイルを開いて、中からデータ抜き出して、集計かけたりとか。え、何使ってるんですか、それ集計すると。OpenXML とか使ってやってるんですけど、そういうライブラリ使って、ファイルにアクセスして、うん、今の Excel って XML 形式で中に落ちてるんで、うん、そこからタグ取り出してタグ見つけてきて、で取り出してデータ取り出して集計、それを管理用のアプリに今作り変えたりとかしてます。うん、みんなの実績集めてきて、あ、はいはいはい、勤怠の時間みたいな、はいはいはい、うん、そういうのを作って別の Excel ファイルに吐き出したりとか、うんうんうん、そういうのをアプリを使えばそれはそれでできちゃうのはできちゃう。まあできるでしょう。うん、そういう意味だったらアプリにしておいた方が間違って消すこともないだろうし、うん、まあそうです、計算式だと消えちゃうんで、ああそうですよね、うん、そういうのがあってちょっとアプリにこうし直したりとかしてるところもあったりします。時間をつけてコツコツやってます。いろんな、さっきの話戻るけど、なんかこういろいろ経験しといろんな応用がね、あの、うん、聞いたりするんで、うん、なんかちょっとそういう効率化、業務の効率化に、うん、寄与するようなね、ちょっと、今やってるその技法も前回のプロジェクトで得たやり方なんで、なるほどね、じゃ一応こういうのできるんだって覚えて、もう物は一切触らなくなったんで見れもしないんですけど、うん、記憶をたどってアプリに起こし直してみたいな、いいですね、うん、ライブラリ、自分の中のライブラリ作っていってる感じです。なるほどね、はい、うん、業務効率、じゃあ、まあ、とりあえず、なんていうかな、元気がなるだけあって、元気がなるだけ元気があって、元気があって、元気って、まあ、まあ、基本的に、まあ、なんて、妙にその、なんか、ハキハキしてなくてもいいかもしれない。ただ、なんかこう、なんていうかな、もう少しなんかこう、例えば面接とかしてる時も、もうちょっとなんか、食いついてきてほしいみたいな、そうです、なんかそういう気持ちがやっぱありますよね、うんうん、なんかこっちばっか話してる、あんまり自分から発しないですよ、うん、かなって、なので仕事の中で元気のある子がいたらいいなって、うん、まあそうですね、猪木も言ってましたし何を、いや元気がある多分あれ
昔はもうこの業界だけじゃないかもしれない。リリースとか迫ってたらもうなんか徹夜作業とか、うん、そういうのもあったらみんな元気じゃないってある程度そうです、ね、できなかったっていうのも体力仕事みたいなところが、はい、あったから、ね、今、うん、あれが労務問題がうるさいからできなくなってきて、そうそうそう、変わってきてるんだけどね。でもそれはそれとしてなんかプレッシュというか前向きになんかこう動いてくれるような人材がいればいいですね。はい、まあ、そういうわけで皆さんのお盆はしたいんです待ってね、待ってね、はい、来てほしいですね。来てほしいですね、ほんと来ないから、はい、ほんと、ね、そんな感じ、はいはい、じゃあありがとうございました。